皆さんこんにちは。箕輪はるかの純喫茶シリーズ、なんと2回目を迎えることができます。純喫茶シリーズファンの皆さん、お待たせした しております今日はですね、総武線の平井駅に来ております。もうこの時点で喫茶店が好きな人なんかはもうピーンと来ているんじゃないかな、あの店にはるかは行くんじゃないかと、おーピーンと来ているんじゃないか、そういう方もいると思います。あ、はるかさんも知ってたってことですか？私は調べて知りましたシリーズやってる割にそんなに知らないっていう喫茶店はね、大好きなんです、うん、有名店ですね、そうなんですね、はい、私ももう写真を見てこれは素敵なお店だなと。あ、写真見ちゃいました？あ、写真見ちゃいましたなんかこう人気メニューがいくつかありますもんね。そうですね。いや、それをね、もう本当は全部行きたいですね朝今9時過ぎ頃なんでね。でもお腹ペコペコなんで、お今日は食べれると思う。あ、こんにちは。お店、あ、もうお店の方です。あ、ありがとうございます。よろしくお願いします。お店を紹介する前にもご主人が見る。あ、全然大丈夫です。あ、じゃあちょっと外から行かせていただきます。さあ、今日伺うのはこちらのお店です。コーヒーワンモアさんです。いや、素敵ですね。もうこの佇まい、地元に溶け込んでいるという感じですね。そして私がもう好きなのがこのコーヒーワンモアっていうフォント、素敵な字。ワンモア体としてスマホとかに入れてほしい。ワンモアって言葉だけできれば全文字あの字体でデザインしてもらって欲しいような、こう素敵な字ですよね。あ、こんにちは。あ、おはようございます。こんにちは。あ、お邪魔します。今日はありがとうございます。よろしくお願いします。あら、いえいえ、すごいもう楽しみにしてきました。わあ、素敵なお店。 いいですね。どれくらいやられてるんですか？もう昭和46年。すごい。あの、人気メニューとかもありますもんね。だいたいホットケーキとフレンチトースト。あ、そうなんですねもうあのちょっとデジタル世代でデジタル世代って言ったら世代ではないかもしれないんですけど、ちょっと先に調べちゃうもんで、もう見てはいるんですけども、もうそれを目の前で見たいっていう気持ちで今日は来させていただきました。やっぱ常連さんとかもいらっしゃるんですか？はい、います。もう昨日も、はい、40年ぶりに平井にいて、はいはい、まさかあると思わないけど来てみた。あ、へー、40年ぶりに来てみたら、その前はあの平井にいてよくうちに来てたんですけど、はい、仕事の都合で北海道行っちゃって、はい、でその人が久しぶりに来たんだけど、はい、ママ分かるとか、分かってるよって言って、すごい。だからそういうお客さんが、はい、まあ、いて、会ってよかったって言ってくださる。わあ、素敵ですね。もう帰るお家みたいな感じで思ってるんでしょう ね。私は意外と人の顔を覚える方なんで、はい、あ、へえ、ちょっと私も覚えてもらえるようにちょっと美味しくいただきたいと思います。ありがとうございます。息子、あ、息子さんなんだ。
そっか。3世代で働いてらっしゃるんですね。ありがとうございます。なんか今聞いたんですけど、はい、お孫さんってことですか。はい。そこで働かれてるんですね。バイトで。あ、バイトで。好きなメニューはありますか。好きなメニューはフレンチトースト。あ、フレンチトースト。あ、お孫さんの一押しはフレンチトースト。はい。ちょっと。覚えておきます。ありがとうございます。ありがとうございます。小松さん、暑がりですか？僕は寒い方がきついです。あ、そう。あ、じゃあ一緒です。はい、私も末端冷え性なんで。僕もです。完全に。あ、そうなんですか。めちゃくちゃ冷え性なんで。冬は、はい、足が冷たすぎて寝れなくて。はい、お湯かけてからじゃないと寝れないですよ。え？どうですか？お風呂じゃなくて？お風呂っていうか、朝ですよね、お風呂。はい。で、夜寝る前にお風呂場でお湯足にかけて温めないと寝れないぐらい冷えます。僕はもう靴下二重履き。ああ。履いたまま寝る感じですね。履いたまま寝れないと思う。メニューありますか？あ。ちょっとメニューを。いやー、僕はロケで1回来たことがあるので。あ、そうなんですね。そう、7、8年前に。これですね、やっぱホットケーキもめっちゃ美味しそうだし、フレンチトーストもすっごい美味しそう。この上にレモンが乗ってるのがね、そうそうそう、本当可愛いんですよね。まあ、これはもう本当どっちかできれば両方食べたいです。じゃあどっちも頼んで分けますか。あ、分けましょうか、うん、僕も絶対フレンチトースト久々に食べたいから。そうなんですね、うん、銅板で丁寧に焼き上げる。そうそうそう、美味しい丸。あ、レモンの風味が爽やかな美味しい四角素敵な文章。確かに。注文も丸か四角でも通用しそうな感じですね。なんか通ですね、それ。確かに。ちょっと今日丸で。今日丸で。今日四角にしようかな。サンドイッチとかトーストサンドも結構種類もいっぱいあって、いいな。水出しコーヒーゼリー。いいっすね。ダッチコーヒーってなんだろう。カッココールドブリューコーヒーとか、水出し、ダッチコーヒー、アイスダッチコーヒー、ダッチフロートも。本当だ。ダッチってオランダっぽいですけどね、なんとなく。そうですね、うん、オランダ風みたいなことなんですかね、うん。フロートもいいですよね。いや、いいですね。もう今日32度。最高だな、こういう日は。スカッシュ系って飲みます？スカッシュ系は、うん、喫茶店ではやっぱコーヒー好きなんであんまり飲まないんですけど、うん、でも飲み屋とかでアルコール飲めないんで、 あったらめっちゃ嬉しいですね。でもあんまないんですよね。じゃあもう頼みますか。はい、すいません、します。ホットケーキ、あ、丸一つ、はい、これ通じますか。あ、通じます。あ、そういうお客さんいらっしゃいます？いや、あんまりいらっしゃらない。あ、いないんですね。今だって指さしてた。いや、言った後にそういえばと思って。ホットケーキ一つと、はい、フレンチトースト一つ、はい、と飲み物はアイスコーヒーがいいんですけど、はい、この微糖じゃないブラックだとどれになりますか？微糖じゃないやつはアイスダッチコーヒー。あ、アイスダッチコーヒーなの。ダッチコーヒーっていうのはどういう意味なんですか？水出しコーヒーで、あちらで作っているもので。あ、そうなんですね。じゃあアイスダッチコーヒーを、はい、お願いします、はい。最近 GoPro 使ってますか？あ、この間使いました。あ、どこ？韓国の釜山に
仕事で行ったんですけど、そうなんですか。その時に一応あの釜山散歩を取って来ました、はいはいはい、そうなんですか、はい、一応なんか使えるか YouTube で使えれば。ありがとうございます。ちょっと音が取れてんのかちょっと確認してみます。まあね、GoPro ちょっとね、うん、出ないですもんね、波形が。あ、そうですね。こういうのだとこう一応波形がここに出てるから。あ、なるほど。まあ動いてるなとは思いますけど。確かに来たことないでしょ。ありますよ、私食べました。ロケって、あ、そうだ、そう、そのロケの時にイカリシントって番組で、はいはい、リポーターがいなかったんで、うん、鹿島が食べたんです。あ、そうなんですね。食べてリアクションするっていう。そうだった、そうだったね。編集終わりにタクシーで駆けつけたピンクレディーの移動みたいな繁忙期のかっこいいでもすごい忘れられない。そうだよね。いや本当美味しいよね、フレンチトースト。嬉しい。あ、そうで、僕あの目付美術館行ったんですよ。はいはい、はるかさんが行ってた。で京都の、そうそう、めっちゃ感動しちゃって、はい、あ、良かったですよね。めっちゃ良かったです。目付っていうものが何か分かってなかったから、はい、知識ゼロで行って、もうあえて調べないで行こうと思って、うん、で僕が行った時は多分現代目付の展だったんで、すごいなんかミニチュアの世界みたいな、うん、はいはい、すごかった。面白いですよね。だからあれってでも、もう着物にはつけてないですよね、多分きっと。あの細かい細工でも、うん、多分落語家さんとか趣味でも何個か持ってて使ってるって方は何か見たことあります。いや、それはだいぶおしゃれですね。おしゃれですね、あれつけてたら、うん、しかも落語家さんか、なるほどないいですね。いいすね、着物もう着ないですもんね。確かに。あ、そう、それで本ちょっとごめんなさい、買ったんですけど、持ってるかなと。いや、僕はるかさん絶対持ってると思ったんですけど、持ってなかったら差し上げようかな。ありがとうございます、はい、あ、これは持ってないです。あ、本当ですか、はい、一番安いやつなんで持ってる。あれですね、この京都清州根付館の出してるやつなんですね。そう、わ、めっちゃいいじゃないですか。めっちゃいいですよ、それ。すごい写真カラーで、なんか基本の木って感じの 本でしたね。あ、もう根付の紹介からしてるようなやつですね、うん、わ、かわいい。うわ、かわいい、それ。あ、かわいい。キツネだ。あ、相談キツネ。木だったり石だったりしますよね、その作ってるの。そうですね。造形とか。あ、そうだ、造形って書いてた。そうだ、結構あるんですけど、輸入ができなくなって、はい、いろんな、なんか鹿の角とか、あ、カバの歯とか、歯だったかな。でかいですもんね、確かに。そうですね。なんかそういういろんな代わりになる素材を使うようになったとかって聞きました。誰かに聞くんですか、うん、あ、根付のことですか。根付のことは、いや、話せる人は全然いなくていや、絶対そうだよ。もともと家にその根付と印籠っていう本が、印籠と根付っていう写真集があって、それで私も初めて存在を知って。あ、じゃあお母様が、そうですね、母が買って持ってたっていう感じ。なんか普及したのは江戸時代とかで、なんかタバコを吸う習慣ができて、その時にそのタバコ入れを持ち歩くのに、その帯に挟めるために根付が必需品になったらしいんですよ。で、みんな持つようになって、これがたくさん作られて、仏像を彫ってる人とか、蒔絵師とか、その欄間を彫る人とか、そういういろんな仕事してた人が副業で作ってたんですけど、だんだんその根付専業にする人も出てきたりとかして、でなんかどんどん技巧が凝らされていったっていう感じらしいですね。なんか海外の方から
人気になったって書いてましたよ。そうですね。その日本人はそんななんかもう当たり前なものってかな。はい。うわあ。あの上にレモンがかかってます。あ、はい。絞ったのが。はい。わかりました。ありがとうございます。あ、ありがとうございます。間にバターが塗ってありますから。はい。これかけて。はい。かけた方が。はい。美味しいと思います。もうぜひ。最高。最高。切りますか、それぞれ。切りましょうか。うん、でも一枚一枚でもいいのか、これ。ああ。一枚一枚分けますか。あ、でもなんか、うん、食感的にダブルで、うん、いきたい。切ってみたいです。なるほど。じゃあ半分切ります。はい。こっち。すいません。全然全然。わあ。切った時にレモンのいい香りが。あ、本当ですか。うん、あ、すごい。いいなぁ、爽やか。いい匂い、確かにいい匂い。と、失礼します。はい。はい。じゃあこちらも。してます。あ、ありがとうございます。はい。はい。はい。うわぁ、美味しそう。最高。最高。これを朝食べれるなんて。本当ですね。蜜かけますか、蜜。あ、蜜かけよう。よいしょ。うわ。はい。うわ。うん。うわ。うん。うまそう。気になる四角から。確かに写真撮ってなかった。あ、本当だ。YouTube から。いただきます。うん。おいしい。美味しいですよね。うん。めっちゃ美味しい。あ、2段行きました。2段で行きました。あ、2段でやっぱ。いい食べるのがいいですね。あ、本当ですか。この卵のふんわりした甘さとレモンのはぁっていう溶け合うんだっていう。やっぱ喫茶店に言うと指摘になりました。そうですね、なんとか指摘に表現したいっていう気に入りだし欲望が出るかも。うわ、美味しい。他にないですよね、このなんかレモンの感じ。そうですね、本当にこのレモンが本当にいいな、幸せ。あ、うん、コーヒー飲まずに。確かに食べてた。うわ、え、ホットめっちゃ美味しいです。へ、ドンピシャ、僕の好きな味。好きな好みのコーヒー。はるかさんのコーヒーを飲んでます。コーヒー好きになってしまう。あら、本当ですか。はるかさんが入れたやつね。嬉しい。本当だ。全然なってない。あ、美味しいコーヒー。うん、マジでいい時間だな。いいですね。やばすぎ。ホットケーキも2段で。お、2段で一応行ってみようかな。うん、おいしい。うん、うん、しっかりめの生地ですね、うんうんうん、こんな感じで焼けたらいいだろうな、うん、お家では絶対焼けない。確かに、しっかり、うん、でもなんかふんわりして、はい、おいしい。お家でホットケーキとか焼くんですか。家では一応子供の頃は焼いたことあるんですけど、最近はあんまやらないですね。母親が、うん、ホットケーキの素でクレープを作るんですけど、へえ、なんかそれが多かったですちゃんとあれですか、果物とか生クリームとか巻くんですか。でも何も乗せずに、うん、もう生地だけで、うん、シロップとか、
ジャムとかで食べるおやつみたいな感じ。すごい美味しいです。そうですか。はい、ありがとうございます。最高の時間だなって今言ってました。なかなかね、まあ、分かってくださる人はもう何回も来てくださるし、うん、最初オープンした時はワンモアじゃなかったんです。あ、そうなんですか。マスターが昔、はい、あの渋谷にいた時分の時に、うん、オーモアドって柏山って知ってますか。あ、洋服の。そう、そのオーモアドをやってたんです。だけど社長さんが変わって、それでそのオーモアド柏山を使ってはいけないっていうことで考えて、名前を変えなきゃいけないっていう、うん、そうね。最初は渋谷だったんですか。じゃあ渋谷でいろんな仕事をしたり、うんうん、あのテレビのアテレコの関係の仕事をしたり、そういうのはマスターに聞いてください。そうですね。ね、渋谷 の, あのセンター街の突き当たりのとこにロロっていう、あ、ロロね、有名な喫茶店、うん、知ってます、知ってます、知ってます。もうないんですだっけ。もうないと思います。そうですよね。そういうところで結局修行する。へえ、あ、すごい。それから自分でお店を開こうっていう時に、うんうん、まあ探してここでやって、昭和46年の6月6日にオープン。へえ。だからもう53年。すごい。だからその時代に来てたお客さんはもう皆さん亡くなっちゃってて。そうか、うん、だから去年の暮れと今年の1月スタートとも開店から来てた人が亡くなった、うん、寂しいですね。そうですね。だんだんそういう方が亡くなっていくっていうことは、ま、マスターもショックだと思います、うんうん、やっぱり親しく話をしてくださったし、うん、それを楽しみに来てた人、うん、あ、マスターとのお話をね。うん、お店をやっぱ53年も続けるっていうことがもうすごいと思います、うん、まあね、ありがたいことに、そういうお客さんが、うん、ああまだやってくれてるんだっていうことで喜んで、うんね、どんどんなくなっちゃうのをお客さんとしては寂しいから、本当嬉しいですよね。まだねこうやってね訪ねてね、来てくださるっていうこともね、そうですね、嬉しいことですよね。なんか、ロロをなんかご存知の方、僕は聞いたことあるだけですね。あ、そうですか。はい、ロロっていや文化人、そうですよね。いや、そうだから僕だから芸能人の人が話してるので、伝説の喫茶店渋谷にあったロロっていうのを、まあ、知識で知ってる。自家焙煎して、でその自家焙煎した豆を他に漏らさないで、普通あの焙煎した豆店に置いてあるっていう、分かっちゃう色で、どれぐらい焙煎するかみたいな。へえ。金をしみたみたいに、弟子みたいな、弟子みたいな教えて、うん、あの焙煎なんか別に難しくないです。家事さえ教えてあげる、お宅だって教えてあげれば、あ、できますか。今焼けますよ。え、本当ですか。そうです。焙煎でもやりたいなって思ってたんですよ。あ、プライベートで来て、あ、いいですか、教えてくれます。わ、嬉しい。めっちゃいいじゃないですか。いいですね。ダッチコーヒーとこのホットとかは豆が違うんですか。同じな。同じ。ダッチコーヒーはメッシュを細かくして、粉をちっちゃく、それで、大量の豆で少量の水で
そう、5倍、5分の1ぐらい。12杯ぐらいしか取れない。天敵で。天敵でね、水出しの。冬場で10時間、夏場で7、8時間。すごいな。なんかさっきお聞きしたら、なんかナレーションのお仕事もされてたって聞いたんですけど。ナレーションじゃないです。アテレコ、洋画の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 アテレコ、洋画がもう全盛だった、洋画を一本のものに外国から送られてきた台本、M の台本を翻訳してもらって、全部完全なものにして、でそれを直接収まるんだ。へえ、すごいお仕事されてたんですね。マネージャーやってる時は、アイトアキリアが、あの連中が中堅どころで、我々は全部見てたんです。その時に来た先で、制作会社に引き抜かれたんです。今度は役者さんを使う側になったんです。それはテレビのですか？テレビ。こういう仕事？青いスタジオとか、番長スタジオ、番長スタジオね。日テレですね、よく。すごい。大先輩じゃないですか。そうっすね、大先輩でした。昔のやっぱ芸能界の話って面白いですよね。僕の一番の自慢は、三島由紀夫さんとカウンターと相対して、ちょっとバンプレのあれだとかレクチャー受けた。すごい。お客さん。こんにちは。邪魔してます。常連さんですか？そうです。あ、お世話になってます。テレビで拝見。あ、ありがとうございます。嬉しい。ありがとうございます。本当ですか？コーヒー美味しいですね。美味しいです。いや、美味しいコーヒー。あ、もうたくさん飲む。本当ですね。はい、マスターありがとうございます。ありがとうございます。うわ、ダッチコーヒー気になるな。あ、飲みます。飲もうかな。いいですね。あ、そうか、ホットコーヒーとも違うんですもんね。いや、そうなんです。でも焙煎ちょっとはるかさんに体験させてもらうの面白そうですね、 YouTube で。そうなんです、言おうかなと思ったんですけど。あ、そうなんですか。いつかやりたいな。あ、偶然。僕もめっちゃ興味あるんで。あ、本当ですか。じゃあ召し上がりますか。あ、すいません。今僕アイスダッチコーヒーをいただいてもいいですか。はい。ちょっと正直お腹も減ってはいるんですけど。あ、確かに。もうちょっと食べます。パルバさんどうですか。私もあったら全然行きますね。あ、こっちもいますから。確かに。もっと飲んでください。え、ハムでいいですか。じゃあ、ハムエッグにします。はい、ハムエッグ。ハムエッグトーストと、はるかさん飲み物。あと、ダッチのアイス。ダッチのアイス。あ、じゃあ、ダッチコーヒーにします。普通のダッチ。はい。すいません、ありがとうございます。ごちそうさまです。そうでしたね。前回も結局、喫茶店2時間いたもんね。あ、そんなにいましたっけ。雨降ったから。あ、そうですね。雨降って結局また頼んだんですよ。雨宿りしましょう。息子同士が同級生で、はい、あ、そうなんですか。みゆちゃん、今日も次々と、あれ、いらっしゃってる。こういうだけでも、あ、ご紹介だけ。はい、大丈夫です。あ、はい、あ、ありがとうございます。先ほどお話しさせていただきます。あ、そうなんですね。ありがとうございます。お邪魔しております。たくさんも家族みたいな感じですね。いやこういう店を作れたら、うん、あ、確かに幸せでしかないですよね。そうですね。お客さんも安心して来れて、で話せる場所があるっていうのはいいですよね、はい、地域ですごい貢献してると思う。そうですよね、うん。